筋肉の角度は45度。どうも、トダチャンネルです。はい、本日も借地の整備を進めております。あそこから続いてね、まあ、ここもさっぱりとさせようと思います。今日はね、紐と袋を持ってきたんでね、それに袋に缶とかね、不燃物とか詰めて、あとはあの蛍光灯をね、紐で縛って、でまた不燃物の日に出そうかなと思っております。あと一斗缶も持ってきて、このガラス類は砕いてね、一斗缶に詰めて不燃物の日に出すようにいたします。ここもね、大量に陶器類があるんでね、あそこも結構片付きました。不燃物とね、念仏がちょろっとかな。あとはガラス類ですね、厄介なガラス類。はい、それではやっていきます。はい、これね、非常食用のね、まあ災害とかの時に役に立つ5年保存の乾パンね、まあ、これもおじいちゃんの事務所をね、一斉に掃除した時に、ね、分別の手間がありすぎて、一時的にまあここにお持ちいたしました。まだいい香りがします。これ全部パンです。すべてパンでございます。開けてみようか。こんな感じでね、音がするんです。あ、また爆発音してる。バーンって爆発音するんですよ。たまに爆発音するやつがある、ね、結構ほら、これ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 、これもするかな。いくよ、いきますよ。ほら、すごい、やっぱしっかり密閉されてるんですね。こんな感じで、この手間は大変でね、これもこんなもんじゃないです。まだまだありました。ほら、大量に溜め込まれていたものです。このね、食器類も全然放り込んでいきますので、ね、放り込んでいきます。よし、長年のヘドロが溜まってますね。すごいね、これ長年のヘドロ、ね、ちょっとかわいそうなことしたね。ヤゴがいっぱい入ってた。ちょっとこの子たちは避難させます。ヤゴは避難させましょうか。よいしょ。ヘドロの中からね、こんなのが出てきました。全部金属ですね。じいちゃん焼いたんかな、なんか焼けちゃったんかな、分からんけど、金属の部分だけをこう、ほら、これ普通のサビじゃないんですよね。焦げた跡みたいなのがあるんですよ。だから焼いて金の部分がなくなったもん、ここにじわーって入れたんかもね。このヘドロの中から何が出てくるって、こんなのが出てきました。ほらほら、全部金属類よ。でこんな汚い水の中にも
いるんですね。ね、一見ひどい水やけど、まあ、言うて鉄分とかそんなんばっかりなんかな。でもなかなか臭いですよこれ。ヘドロですよ本当に。でもこれ有機物がね、まあ、ヘドロって基本有機物が不完全に、まあ、腐りきってない状態なんで、酸素そこの方とかは結構酸素がね足りない状態になってたりすると思うんですけどね。こんな風に咲いていくんですね。気泡みたいになってる。こんな劣悪な環境で、劣悪そうな環境で生きるやね。なんかないかな。出してみないことにはわからない。もう一旦出してしまいましょうか、このヘドロは。もうしょうがない、ちょっとこれは。ちょっとね、風呂の水を抜いてしまったんで周り汚れちゃったんですけどね。はい、だいたいここもこんな感じでさっぱりいたしました。はい、ガラクタはほぼなくなった状態でございます。で、ここもはい、ここね、大量にあったとこです。ここら辺までかな。こうガバーってゴミに覆われてた、こう覆われてたのが今この通りさっぱりいたしました。あ、分別大変だった。特にね、ガラス類を砕くのに、相当かかりましたね。元はこちらでね、腐らしていくだけです。木材系ね、紙とかそういうのはここで腐らしていきます。はい、さっぱりいたしました。で、その分裂したゴミたちはここでね、袋詰めしていたしました。こんな感じでね。で、ガラスは砕いて、まあめちゃくちゃ重いですもんこれ。もう砕いて砕いてしてパンパンにしてました。蛍光灯はね、割れてないものはこうやって結んでね、ゴミに出します。はい、それではね、これからも借地動画どんどん出していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。